朝みんな来るから、こんなやつ。指先を使ってこうテープを貼ったりとか、まずこのテープを自分で取ることが最近までできなかったので、こう自分で好きなものを作りたい、楽しいっていう気持ちから、何回も何回も自分で練習して、今は自分でテープを貼るようになったんだ。どんだけテープダメにしたか。ヘビみたいじゃん。ヘビ。ヘビなの。ヘビやない。飾りやな。飾りや。トゥル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 。完成。今日はゆうさん、どなたがいらっしゃるんですか。今日は京都からかなちゃんと、かなちゃんのお母さんと、あともう一家族、京都から小西さんというご家族が、はい、我が家に遊びに来てくださいます。皆さんどんなつながりなんですか。そうですね、もう魚鱗癬患者さん で皆さんお子さんが魚鱗癬の患者さんで、今日はちょっとした情報交換を、本来ならこうご飯食べたりしてみんなで楽しく過ごそうと計画はしてたんですけど、ちょっとコロナの感染者数もこの三重県もだいぶ増えてきたので、ご飯はなしにしてもう軽く情報交換という場を、はい、今日は作ります。かわいい。食べたじゃん。邪魔します。かなちゃん、二十歳おめでとうございます。ありがとうございます。二十歳おめでとうございます。おもちゃのナビット。これはね、遊びやす。あ、遊びやす。やった。飾り、飾りやよ。飾りか。飾り。飾りを飾って、うん、飾ってからここのここになんかメタルみたいなやつを折り紙で作ってここに貼るってこと。かっこいい。それ自分で貼るってこと？あった。ありがとう。お家持ってって。わかった。いいの？うん。やった。任してもらったら。かっこいい。頑張って作った。ほんま、すごいな。今はもう夏休み入って、でも夏休みも、はい、授業あったり、友達と遊んだりしようかなって思ってて。美味しいものは最後に食べてくださいね。はい。わかる。私も最後に食べて。どれが一番好き？美味しい。美味しいやつが食べる方でいいから、まずはこのラーメンを2つ食べてくださいね。2つ？え、これ。あー、そういうことね。このベーコンは、ベーコン？ベーコンも乗せて食べてもいいですよ。やったー、美味しそう。これおもちゃって言ってたな、さっき。でも、ママごとやからさ、全部さ、全部おもちゃになってるから。現実的やな。どっかで買ったんさ。どっかで買ったん？で、めっちゃお金かかった。そうな。どうぞー。置いていかれたらいいわ。こんにちは。立ってます？あ、今降りました。かわいい。
は。こんにちは。何作ってんの？ロボット？ロボット待機です。あ、そうなの。え、かなちゃんと？じゃあ、こうやったらいいね。お金取れちゃってないんですよ。これとこれ直してください。ここにくっつけてください。ちょっと待ってください。お野菜です。先天性魚鱗癬陽光飛翔になります。息子はまだその遺伝子検査をしてないんですけど、まあ、もう病院の先生は一緒ですと、まあ、はい。ここ行ってここで取るし着検する、うん、いける。自分で言えるでいいね。で切ります。オッケー、うん、はい。さっきさ、ここもあった、取れた。オッケー。これにします、私。これともう一つ。もう一つ？キングだ。じゃあ、キングちゃんにしよう。美味しそう。お星さん。おじさんもいいの？うん、じゃあ、おじさん、アンパンももらっていい？うん、あともう一つ選んで。え、もう一ついい。だからバイキンマンもちょっと戦わせるわ。ありがとう。今チョイスが女の子。これ違う。何を見たの？これ食べ物じゃない。声もカピカピやったのが分かった。だって塩素関係なく、ね、まあ、濡れるのが、濡れたのが乾く瞬間が一番結構乾燥する。肺炎がすごくなるんじゃないかな。カピ、肺炎の乾燥もあけど、プールの塩素もそうやけど、その海は塩水、海は一回コロナになる前に沖縄に連れてた時は染みるって言ったらそうでもないって言ってたから案外大丈夫だなと思ってた。でもやっぱり入れた後が家族の会議だった。うちは海に入らなくても海の上、船の上の潮風だけでも買いなる
もうね、ひどくって帰ってから入院しちゃって、ただまあ一回そういうのがあったからこう気をつけてるんやけど、実際海水につけてこう遊んだっていうのはないから、それももしかしたらやってみたら案外なんともないのかもしれないし、成長もあるかもしれないですね。先月この海の仲間を触ろうっていうので、ちょっとそこにチャポンって使っちゃって、それで痛いって言ってたから、いいよ、優しくね、お水の中で優しくお願いしますね、ごめんね、お水の中で手伝いでくれる、深いとこ入れたんだ、ごめんごめん、ここ近くにおらんだね、やっぱり水が入っちゃったんですね、綺麗に水が入っちゃったそれたまたま手のところが、まあ、調子が悪いのも、ね、切り傷が多かったからそう感じたかもしれないですね。指先が綺麗な時ってあんまり今なくて、常にこうどっかは切れてるから痛いんかな、うん、大人でも切れてたら海入ったら痛い、うん、海水デビュー、私があんまり海好きちゃうからそう、あんまり海に入らなくて、海とか川とかも行きたない、なんかその水着になろうとしない、あなんか庭先でも母ちゃんも一緒に水浴びしたらどうって言ったらいや私庭先でこんなビキニなんかなりたくない、いや誰もビキニになれって言ってないし誰も別にビキニになれないって言ってへん、1歳ぐらいの時家の中でプールしとった、そうお風呂がテレビとかにビニールかけてリビングでプールやっとった、やっとったね、やっとった、実家やったから、あーそっか、ここでちょっとしようと思わへんか実家やからいっか、お父さんがいいか、やっぱ忘れない、学校にボランティアに、学校ボランティアっていう授業があって、その一環で小学校にボランティアに行きます。期待とか不安とかありますか？不安の方が大きい、期待の方が不安の方が大きいですね。何が不安ですか？そもそも勉強を教えられるかっていうのと、小学校なんで初日とかどう対応していこうかなって悩んでます。かなちゃん自身グリーン戦でなんかそういう対子供でなんか不安だったんです。そうですね、初対面かつ、まあ多分小学生からしたら未知なんで、そう、どう説明するべきなのかとかいろいろ考えたりはします、うん、説明っていうと自分はグリーン線でとかっていうよりかは、なんかまあ映らないよとか、それぐらいはいいか、言うのがいいのかとは思いました。そうか、映る映らないの話を、まあ魚鱗線って言ってもなかなかね、そうですね、子供には難しいかもしれない。そうですね、手探り状態です
どういうこと配信してるんですか、ブログで。主に魚鱗線のこととか、日常の本当にくだらない話なぜブログで配信しようと。は、あのガク君のブログを見てきて、魚鱗線のことを発信されているのを見て、まあ、自分たちも2人目が生まれて2人目も魚鱗線だったので、まあ、見てるだけじゃなくて自分たちでも何か発信したいなと思って始めました。あの音で分かっちゃう。どうしてもこっから上は。道化使用魚鱗線は全身の皮膚が魚の鱗のように硬くなり剥がれ落ちる30万人に1人と言われる難病です。ピエロと呼ばれた息子は皮膚の難病と戦う5歳のガク君とその両親を取材した定期配信型のドキュメンタリー番組です。ガク君なんか何も変化なし。痛い？こっちあれ、水槽に突っ込んだって。そうか。かゆい。かゆい？